お疲れ様。甲子園出場は見事だったよ。ありがとうございます。しかしせめて初戦突破は果たしたかったです。全国から強豪を集まるんだ、仕方ないよ。それよりも聖地甲子園に行けたその経験が今後の武器になる。そう、だから君は残りの2年今まで通り君のやり方でやってくれていい。わかりました。必ずもう一度甲子園に。どうも皆様、おはこんこん、ミツキックバスターです。5年でつかめ春輪の栄光をやっていきましょう。さあ今回は秋の大会1回戦ということで、まあね、頑張っていくしかないですかね。とりあえずやっぱ1回戦は勝ちたい、正直本当に。まあ、間違えた、ペッパーでよかったのに。めっちゃ甘いか。疲れたまっただけかい。よし、行きましょう。熊谷くん、坂口くん、川端慎吾くん、どうしよっかな。じゃあ坂口くん行こう。今回はOK ですね。 OK です。じゃあこれで向こうは転生らしき人はいないですね。あんまりやっぱ山口県っていないんですかね。あんまりこう聞いたことがないんですけど。かぶせ農業対春林高校第1回戦の模様をお届けしてまいります。一塁側田臥、そういえば今回からアップデート後でやってるんですけど、守りに散っていきました。ウグイス城の音声変わりましたよね。正直守備力、機動力がまあまああるっていうか。まずは1回の表、トップバッターは坂口。絶対変わりましたよね、ウグイス城の声。名倉君、菅沼君、シシクラ君か、シソじゃない、シソは違う。脇坂君怖いな、ちょっと。え、この子すげえな、超特化型だな。まあいいや、強心臓ね。了解了解。第9初球外れても流し打ち、惜しい。第3投げた、進化、進化がえぐいんですよね。打った、流し打ち、よし、よく打った。ボールは中継、よし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 、坂口、いいよ。お、1点先制。さあ追加点のチャンスを迎えました。坂口くん2アウトランナー1塁3塁という場面でバッターは2年生坂口。よし、あきらき、いけ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 。ボールはセカンドへ、記録はファーストのエラー、ファーストのエラーです。投げた、見送ってストライク。まず今のミスをつきたいですね。今回は3球目ストライク、うわ入ってんのが高めいっぱいに決まった。クッソマジか、今のミスをつきたいって言ったのに1点か。春輪追加点のチャンスです。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で、そういう時はありますわね。1年生菅沼、2球目ストレイ、危ない球、ちょっと遠、いや2だからな、引っ張りでいいか。投げた、ストレイ、今の打ってほしかったな。よし、落ちろ落ちろ、ナイス、満塁、三塁ランナー川端由紀さんか。 OK、 なおもチャンスが続いています。じゃあ塚田くんか。お、魔物持ちか。 OKOKOK。 第9魔物持ってるのありがたいですね。まあ投手だからあんまりちょっと意味がないかもしれませんけど。見送る、ボール球打った、よし、ラッキー。山岡、よし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 、1点入りました。2対0、自然に魔物が発動しましたね。今日は安藤を放っています。最高で、サッカーグッチー君積極打法で OK ですね。第9投げた、変化、まあ、まだ作戦を使うには早いと思います。まあ7回ぐらい
大体僕はそこから使い始めます。よし、パストボール。そして今ああ、いかない、まあ、ちょっとあれか、遅かったというか弱かったかな。よし、ナイスやで。いいんじゃない坂口くん。結構ね、足という武器があるんでね。さあ、ワンアウト満塁という場面で沼田くん、ここはお任せでいきましょう。どうなんだ、投げました。選手を信頼しようと思います。外野の層がね微妙なんで。お、お、いいんじゃない、頭越える。よし、あ、行かないか、マジか。まあいいや、さあ鵜飼くん行こうぜ。第9、いや、ちょっと待って、犠牲フライで。初球外れても第2球投げました。98キロ、球速は速くないですね。外れ、この子投げました。痛い。鵜飼くん見つけるなよ。よし、犠牲フライ。熊谷君多分性格的にパワー熱血感かな、なんでパワー上がりやすいんですけど、熱血はいらないかなっていう感じなんですよね。もともとパワーが結構あるんで。おい、振ってよ。ここで打者一巡してバッターは一巡 OK。 今日はショートより偏差値だとレフトフライ。もうちょい点数欲しいな。よし、ナイバッチ。あっと弾いた、打球が転がっている。お、いいね、いい判断。よし、この回の点数は7対0。バッター1年生川端。行こう妹ちゃん。第9投げた、初球流し打ち、アルボール。カーバーと、なるほどね、打ちました。あ、これはさすがに無理かな。ショートから二塁送球。まあまあまあ、いいやいいや、こんだけ点取れれば、6点取れれば大きいですからね。田臥追う展開で迎える5回です。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で、バッターは1年生関野。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。マウンド上は塚田。こっちか、 OK で、臭い。あー、マジかー、いいとこ打たれた。関野、いいバッティングを見せました。俊林、マジか、ピンチが続きます。変化球中心の第9投げた、反対中心よ、決まってストライク。できればちょっと完封してもらいたい。もうちゅ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 、入れて。おい、なんで押し出しはダメだって。それはやっちゃダメだよ。今村、今日はセンターフライと三振。第9投げた。ちょ、何してんの。おい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 、嘘だろ。え、ちょっと待って、バカなの。なんでストレートのフォアボール出してんの。そんなのいらないってマジで。いや、何してんの、ちょっとマジで。これもしかし。そうだよ、そうやってストライクゾーンガンガン攻めていかないとさ。打ちました。よし、頼む、いけ。あー、ダメか。ダブルプレーはなりません。タプセペンサーを呼んで、さっきの押し出し絶対いらなかったな。ランナー2人を置いて迎えるバッターは今西。この子あれか、あの SS の子だっけ。ですよね、威圧感持ちか。まあ最悪一発打たれてもなんとかなるけど。第9打たれないようにするのが当然ですよね。ここに打たれてた多分ダメなんで。よし、セカンド左の菅沼君、ナイス。記録を見せましたが、ここは及びません。スリーアウトチェンジ。いや、ちょっと痛いな、この失点は。菅沼、痛いというか必要がない失点なんですよね。第9よけ、流し打ち行きましょう。い、投げた、見送った。どうだ、よし、バッティングカウント。高速スライド、打ってほしかったかな。打った、三遊間のゴロ。よし、これは悩んだ。5来た、取った、記録はヒット。今日春里、追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で、バッターは2年生鵜飼。
第9球これ無理でしょ、さすがに高速2球目3投できるほどの足もね、あんまないんだけど、ね、普通に打っていきましょう。打ったこれはいった、いったかよっしゃー、ナイスー、地方球場だから入ったあたりですね。ナイスやで、うかいくん、ナイスホームラン。高速スライダーを完璧に捉えました。素晴らしい一発が出ました。カブス大展開で迎える6回です。ワンアウトランナー2塁という場面でバッターは2年生脇坂。1球インコースのボール左へ、サード右への打球、おっと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 、送球されたアウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。相馬くん、いやこの三遊間いいですね、川端兄弟。ボール投げました、投げました、打ちました。慎吾君系サードから一塁送球、ナイス、アウト。スリーアウトチェンジ、二塁ランナーイーノ残塁に終わりました。さあここは守備を変えてくるようです。オッケー、奥山君持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。ここら辺からちょっと、ね、使っていっていいでしょう。投げました、ボール高速、お、バテできた、投げた27球だよ。投げた、この子そんなスタミナなかった、カウントはスリーボールワンストライク、F か、あーなるほどね、まあいいや、行きましょう。第5球投げた、打ちました、さあ右、ちょっと間に合い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 、うそマジ、これでワンアウト、今のセーフじゃないの。右バッターボックスは菅沼、いいけど熱血多いな、持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。 OK、 ボーよし、打った、当たりだ、よし、いい、左中間破る、ヒツベスは無理かな、ちょっと無理だな。菅沼ナイスバッティング、ナイス、これで今日は4打数の2安打、バッターはピッチャー、さあ行こう魔物、ここで使いましょう。3打数1安打で転がせ、第9投げた、これが有効なんですよね。ボール、さすがに魔物を使った時はちょっと転がせを信じて見てもいいかなっていう感じがします。追い込んでから投げた、だい打たないと意味ないでしょうよ、ままましもうバッカ野郎、やってみる、セーフティーバント、いけ、ダメだ、全然ダメだ、なんで一塁が転がすの、三塁線行こうよ、やばいやばい、この回は今の何の意味もない魔物だった、本当に魔物使って三振しちゃダメでしょう。まあいった、打ちました、打球は三遊間へ、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは3番ウカイ、今日4打点を挙げています。よし、5引っ張りで、第9、そっか今のあれか、ウカイ君初ホームランか、見送ってストライク、おめでとうウカイ君、ようやく出たね、よし、そのペースでガンガンいきましょう、打った、3打点、うまい、あーでも大丈夫大丈夫大丈夫なはず、危ねえ、ギリギリだった、ショートのエラー、ショートのエラーです。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか、第9球サークルチェンジ、流し打ちでいいかな、とりあえずストレッ、なんか強打者のイメージはなんとなく引っ張り方向に強いのを打つイメージがあるんですけど、ゲッツーはダメだってマジで、おい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 、それはダメだよ。さあ追加点のチャンスを迎えました、ノーアウトランナー2塁という場面、あれなんか熱血多くない、こんな熱血感ばっかだったっけ、こんな熱血感ばっかだったっけ、うちって熱血感、クール、熱血感、お調子の熱血感、うわマジだ、下位打線この3人みんな熱血感だ、マジか、ちょっと性格変えるの出てきたらやってもいいかもしれないですね、これちょっと多すぎる、さすがに、てか打率すごいんだけど川端由紀さん、エンドラン、
川端走った打ちましたヒットエンドラン一塁進塁だまあまあ進塁だ進塁送球俊林なおもチャンスが続きますバッターは1年生奥山犠牲フライで打ちましたファールもう危ないおい振ってよ振ってよここまで宮田の砂沼ちょっとちょっと頼むって投げました振って積極打法なんだからさ外れた見送って投げましたあーもうそういうあげちゃうでしょ掴んでこれでいやちょっとちょっと三塁ランナー川端追加点が取れなさすぎる勝ってるからいいっちゃいいけどさ攻撃に入りますこの回の先頭バッターは脇坂ちょっとひどいな今のと二塁を川端幸じゃない慎吾君に変えてサードを大津君でキャッチャーを鵜飼君これでいきますでピッチャーをボンド君いきましょう俊林ピッチャーで盛り上げるでいこうか俊林伝令が走ります監督からのメッセージがナインに伝えられますさあ OK です第9位モールかモールちょ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 決まった打ったさすがにこんだけ点差ありゃ大丈夫だと思いたいナイスナイス進化外角中心うわいいね今の第3球三振上がり右バッターボックスには関のスタンドからは大きな声援が上がっていますじゃあ変えてみてもありかなちょっとザマ君威圧感持ってるんでで投手能力あります俊林今日2回目の伝令を送りますマウンドに選手が集まっていますせっかくなんでちょっといろいろ使いたいんでねいろんな子を使っていかないと第9位まあ来年はまだボンド君とか塚田君でいいんですけどその次を育てないとねそろそろボールよしナイスー勝ったーゲームセット俊林初戦をものにしました1回戦を見事勝利よしよしよし2回戦進出を決めましたありがとうございました結構ね栄冠ナインって極端なんですよね敵が本当にもう本当に強いところはいつだったっけな、まあ、ちょっと前のやつみたいに本当ゲージマックス近くのとことか出てきますしね今日は鵜飼君のホームラン良かったですね初ホームランおめでとうございますよし大体1上がったでも大津くんが2か OKOK あとは菅沼くんが2上がって福山くんが2上がってん川端由紀さんが2つ上がったのかおおすごい成長っぷりがいいっすね OK いいよさあ次回の前評判確認しておきましょうせーのドンとみえみやみやすいさんいやじゃないなみろくわかんねえちょっと読めないな山口県読めない地名が多いなはいということで、今回はここの前評判 E のところと戦いたいと思いますまあ多分油断しなければ勝てるはずなんで頑張っていきたいと思います以上ミツキックバスターでした最後までご視聴ありがとうございました次回もお楽しみにバイバーイ